みんなに伝えなきゃいけないことがあるんです。悲しいね。僕はみんなに伝えなきゃいけないことがあります。とても悲しいことです。TikTok ライブでいろんな下ネタを言いまくっとったせいで、シャドウ版になりました。僕の個人アカウント今、シャドウ版中です。 いや、なんか、最近まじで、動画全然伸びんなと思って、突然人気なくなったんかなと思って、俺。あれみたいな。突然人気のノーナットーバーと思ってさ、結構普通にね、なんか凹んどったと、終わった、俺の時代、みたいな。一週間半くらいで、終わった、俺の時代は、と思っとって、悲しいなと思ってさ、あもう、俺みたいなのは、もう、時代についていけてないのか、と思って。さ、3桁系とか乗っとったのがね、突然ね、5000再生とかになったっちゃう。おかしい絶対おかしいや。なんか、 昨日までさ、パって動画投稿してさ、2時間とかでさ、何十系とか何百系とかパンなっとって、おーってなっとったら、次の日あげたら5000とか鳴って、あれみたいな。なぜみたいななっとっちゃう、普通に。おかしなことになっとると思って、普通に。なんでこんな伸びてないと思って、俺普通に動画が悪いと思ってたじゃん。で、い,いろいろし,し、調べとったと、あ、実は多分結構前からなっとったっぽくて、あっけんさ、俺一回さ、なんかさ、短い動画2個くっつけて出した時あったやん。その時もなんかいっぱい調べとったら、短い動画は再生数回りにくいとか、い,いんならあってれば、 tok ってそのなんかもう都市伝説が無限にあるけんいろんなの調べよったけんこうじゃあ2本ガッチャンこして時間伸ばしてみようとかとかいろいろ考えてこう2個くっつけて貼ってみたいとかいろいろしよったとであれこれもしかしてと思ってもしかしてシャドーバンそうフォローランとかにも出てこんかったっちゃろフォローランに出てこんっていう話を聞いてじゃあシャドーバンやんと思ってどうやらライブ配信とかでもシュマルなのいっぱい言うとやばいアカウント認定されてシャドーバンされるらしいですはいそうシャドーバン っってていいいうのはバンですよって言われななみたいなやつ俺はもう清く正しく明るい配信しかできん TikTok で厳しいねやけんもうすごい明るい配信をしようと思ってでもじゃあシャドウバンってどうやったら治るのって言ったらなんか普通に暮らしとったら徐々に治っていくらしいこうなんか普通にしとったらゆっくり元に戻っていくらしいっちゃやけん正しく配信をねしようかなと思ってますはいこうなんかこう音のうなんかハートがついとるって 俺の顔にサングラス慣れた。そうらしいよ。なんか安静にしとったらいいらしい。<laughs> やけん、安静な配信をしようと思って、井戸立ててー。あー。うわー。ボランティアしてー。 困っとう人のとこに行ってあげたい。個人とか100個ぐらい建てたいな。えぐいわー。めちゃくちゃいい建てたい。どうしよう。うわーゴミとか拾おう。俺。今日帰り道ゴミ拾いながら帰ろう。なんでやろういや別になんか。別に下心があってとかじゃないけど。うわなんかそういう気分になってきた。突然なんか、そういう気分になってきたなうわーなんか、うわ無償にゴミ拾いた。うわこんなところにゴミが落ちそう。拾おう。ガチャ危ねえ。危ねえ。なんでやろううわなんか気になった。なんでか なんか全然うわここにもゴミが落ちそういやでもそうなると俺は何も面白いこと言えんわ <laughs> どうしよう悩むわ何も面白いこと言えんごとなってしまったそんなね寿司屋に魚禁止にするみたいなもんやろ米のないおにぎりですよろしくお願いしますチャンネル登録してね。チャンネル登録してね。